ピアノに触れて、なんか少しでもね、あの病院っていう場所だけども、少しでも癒しの空間が提供できるような、まあ、そういう役割を担ってくれると、まあ、ピアノ好きの人間としては嬉しいかなと思いますので、はい。